はい、どうも皆さんこんにちは、コパウイドッチャです。今回はリクエストですね。前の色吹かなんかで動画撮ってますかみたいなので、撮ってませんよとか言っときながら撮ってたんですけど、その方がですね、実はリクエストしてくれてて、色吹はね、それで ASW の338ホルスっていうのかな、こちらを、やっていきたいと思います。で、これはボックスから出るやつで、なんかこれが強いですよっていうふうに教えてもらったんで、これ使っていきます。で、一応クイックスコップスだと 96.3 になるんですけど、俺倍率がダメなんだよね。ほら、これがね、苦手だけど、やりましょう。クイックスコップスで。シャープシューターだと 96.0 なんですよ、これね。でもクイックスコップス2なら、3なんで、このぐらいの速さで打てます。やっぱ最大限強みを生かしたいよね。ということで、クイックスコップス2で頑張ってやっていくか。やっていきましょう。やっていきましょう。まあ、もちろんムービングなどはできる気ではないので、うわ倍率でけ、こんなに大きく見えちゃうの想像以上だったな。すげえな、これマジ高倍率スコープじゃね。バカにし、まあ頑張ろう。いやすごいな、やっぱポンクレ開けなきゃ多分無理だ俺。やばいんごーゴゴ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 やっぱこれが見やすいっていう人は 100% 世の中にはいるんで、全然まあこれでもありっちゃありなのかなとは思います。危ない、ああ見えんでもだいぶ倒したと思う今。でもやっぱり早い、いやー無理か、やっぱ覗く速度が速いってね、偉大だわ。いやーそっちは無理、俺の管轄外、ちょっと左側頼むわ。いや行くわ、俺がぶっ潰しに行ってやるよ。任せろって、誰だと思ってんだ俺を。これ左いそう、あ大丈夫だ。あー危ねえ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 、どうせグレー投げてくんだろ、知ってる知ってる。あこうやんだよ、こうやってな、危ないよー、やばい、これ適当に決め打ちです。あちょっと今度ちょっと右側やられすぎじゃない、大丈夫、それやってやってやって、それえそれやってあちょっと右側行ってくか、じゃあ俺が、ういあーなんで足ダメもらおうと思ったら全然足りませんでした HP が。あ、終わっちゃった。最近20スコア超えるね。頑張ってんね。あ、俺何もやってない。11のスタート。つうか、これ GB 使わねえわ、俺。多分持ってたらもったいなかった。いや、持っとこう。不人気のようです。何もやってねえ、俺。手榴弾が強敵。手榴弾、強敵。いや泣いてんな。ありがとう。手榴弾強敵。これ抜けるんだけどね。もうちょっと下にいいんだね。お、強いやん。敵制圧。俺 C4 だからな。あ、ごめん。全然反応遅すぎて草入る。あ、ありがとう。ちょこっと回復してもらっちゃった。大丈夫か。了解。今のはなんか悲惨なやられ方したな。
一気に3ラウンド分は勝つ回だぞ。仕事したぞ。なんか1側すごいからちょっと1見てみるか。こっちからなんかやばいっぽいね、ショットガンでね。手榴弾、投擲手榴弾、投擲。あ、いたいた、これだね。手榴弾、投擲、マガジンチェンジ。これでやばいっしょ。手榴弾を避けて。やばいよ、あー、危ねー。いや、ここら辺は多分抜いてもね、頭に当たらない場所なんですよ。確実に下だね。だね。あ、さっき反応クソ下がったから頑張ってここで当てます。激遅だったからね。あ、ナイス、素晴らしい。あ、2ラウンドだよ。2ラウンドキルしただけでスコア9だよ。これ頑張ってません？早く働けよってな。お前が働いてたら1ラウンド取られることもなかったかもしんねえのにってね。え、やっぱコンスタントにね、キル取らないとダメですから。やっぱ、あ、これはやばい、やばい、やばいやつ。すんごい早いじゃん。ビビるビビる。ごめん、これはこれやる。あー、もうラグいってあ、しょうがない。俺がたまーに、俺が乗るのはまれながらね、ライフキルとかね、すごいまれです。あの、基本負けないことが前提で乗るんで、あの状況は負けちゃうかもしれないからね、こっちのシールが。あら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 、私頑張っちゃったんではないのです。うまい。うわ、左や、ごめんこっちは2分1外した。どっちかなと思って。最初撃たれたのかな、もしかして。あ、やべえ、嘘、もうこれ負けんの。いや、違うよね、多分。いや、この人うまいから、この人は強いから負けない。大丈夫大丈夫。やべ、怪しいかもしれん。1の取り手が崩れた。 SMC45 の合成だからなかなかマニアックですね。いや、この人強いから絶対勝つからね。俺は知ってる、この人の実力を。俺は知っている。この人うまいから勝つ。絶対勝つ。もうね、伊藤の頭の中にはね、今いるアバプレイヤーの大体のね、データは入ってるからね。伊藤のね、この莫大な、膨大なね、データの中に、この二人は強い部類に入ってるから。俺はもう絶対の信頼感を置いてる、味方にいるときは。素晴らしい、ほらね、映しなかったけど。でも今の速攻で頭入れてた。あ、勝った。大船に乗った気持ちでいるわ。余裕だね。なんかの間違いで、あの、ワンショット2キル的なことがない限りでも大丈夫、大丈夫。まあ、間違いない、大丈夫、大丈夫。まあ、それがね、マップごと爆発するようなチートが投げる限りは大丈夫だ。あ、勝った。ナイス、素晴らしい。ほら、安定感。言った通りだね。はい。俺の言った通り。ね、強い。はい。というわけで、SW やりました。めちゃくちゃ。強かったですね。つか、あの、最後俺が強いって言ってた人ね、あの方にひとっちゃんって言われてたね。ごめんなさい、反応してなくて。俺本当にチャット見ないんだよ、申し訳ない。マジでチャットね、見えてない。多分悪口とかさ、あの、終わってから気づくこと多いんだよね、書かれてるのね。うわっと思う時あんのよ。それぐらい見えてなくて、チャット申し訳ないです。ヒットボックスって名前になってるんでね、きっとひとっちゃんって言ってくれたんだと思うんですけど、ありがとうございます。いや、本当反応できなくてごめんなさい。というわけで SW を使いました。リクエストの通りね、期待に応えてたかなと。いや、つうか頑張ったと思う俺、シャープシュータースコープ2じゃないのに。
いや本当にクイックスコープ2はあれがいいっていう人は必ずいると思います。もう低倍率高倍率で1段階スコープしかないんだったら、なるべくだったら高倍率高い方がいいよっていう人は使ってみてください。あとどうしても 96.3 でこう打つの強さを最大限発揮したいっていう人は使ってもいいかな、性能として。でもシャープシュータースコープ2の方がやっぱ万能です。どの距離からでもほら広いでしょ。やっぱね、視界が広いってのはものすごいメリットなんで、まあ無理に視界狭める必要性もないかなというふうに思います。なんでね、 SW 確かにこれ強かったですけど、シャープシュータースコープ2で多分俺は運用するかなと思います。つかこれの性能がすごい 1.31。 この間なんだっけ、何やったっけ、ごめんなさいね、何も覚えてなくて。やったことを、あ、そうだ、TPG ポイズンファングだ。あ、この性能の上位互換だね、完全にね。TPG ポイズンファングが 1.25 ですもん。あ、全然違うじゃん、これ。こっちの方が最高強いじゃん。いいね。めちゃくちゃいい、これ。というわけで、皆さん今これね、ボックスからまだ手に入ると思うんで、頑張って当ててみてください。というわけで、今回はここまでです。お疲れ様です。